はいドラマーの倉橋俊之です、えーと。今日はですねフレーズを一つ覚えていこうかな、一つ一つね覚えていこうと思って、えー、と増やしていくというやつです。えー、と今、聴いてもらったイントロですけど、えー、とクリフォード・ブラウンの、ね、メモリアルアルバムっていうんですか、えー、とそれのカービン・ザ・ロックっていう曲のイントロですね、フィーリー,ジー,ジー・ーリージョージョーンズのイントロです。でここに今、えーと、譜面それ出てます。ね。 あのー、こういうの、ね、ネタとして1個持っておくといいんですけどまあ、これじゃなくてもいいんですよ、もちろん。あのー、なんでこれを選んだかというと、まあ今日のフレーズ今日のフレーズはこれなんですね5ストロークロール。これなんですです、えー、イントロは何が大事かというとまずテンポを伝えるのが大事ですよね。テンポを伝えるそれ これ非常にテンポ伝わりやすすいんですよカーカーカーとカーカーカーとこれね一番最初のこれでイントロバッチリ通りますからねで8小節のイントロになってるとで今日はフレーズを増やすということですけどこれねあとねこれを増やしたらいつもこれ使ってるフレーズなんですねフィーリー・ジョージョーンズがなのでつなげてあるからこれを選んでます まああとはよく使うフレーズですね、この辺も。なので、まあ、こういうのもね、覚えておくといつでも使うやつですのでね、これはね。なので、こういうのを覚えてもらうといいと思って、これを選びましたね。で、今、聞いてもらったと思うんですけど、ねどこが5ストロークロールなんだっていう話ですよね。まあ、これちょっとね、あの説明ちょっとしたんですけど、前々回かなんかにね、これが5ストロークロールになってます。 なんですけど、ファイブストロークロールってねルーディメンツの中では一番最初の頃に学ぶ感じですねロール系の,あのルーディメンツでは一番最初にあの学ぶ感じのやつなんですちょっとやってみますねまずは右右左右,右左,左右右右右そしてルーディメンツの場合だと左から今度ねねっ こういうふうに交互に出てくるのでえと効率よくバランスよく鍛えられるというようなものですね。なのでロール系のね一番最初の基礎となっているフレーズです。ですけどこれよく使うんですね。で、固く今みたいに使う場合とあのちょっと変形させて使う場合があるんです。今日はその変形させる場合っていうのをやっていきます。例えばどういうふうに変形させるかっていうのをね。これ5ストロークロールとわざと書いてありますけど ねえー、とこういうようなフレーズゆっくりやってみますけど固いファイブストロークでやると、ね、こういう感じ下に書いてありますね,ねここでくっつけちゃう。 ね、これが硬い感じの、えー、と5ストロークロールです、まあ、だ,けだけど右からですねどっちも右から左からは使わないですねこの場合はね何でも何でもね、あのー、バランスよくやってればいいっていう問題じゃなくなってきますよねあの実際の演奏ですからね,ねなのでこうなってますでそれをプレスロールプレスロール気味にしたのが上のやつになりますね っていうふうになりますけどここにこういうふうに書いてありますねこれね「タカタカタッタ」っていうふうに固くやってないのでほとんど同時右の方が早く始まりますけどこんな感じえっ、ー、と端っこから真ん中に寄せてって右が最初その次すぐ左が入って左が長く 左がが長く転がしてます、ね、その間に上に行って左手のスティックの方を叩くと、ね。なのでこういうような感じになります。ね、ニュアンスも、あのー、実際の、えー、と演奏を聴いて、あのー、真似てみてください。ねね こういうのをよく使う感じですねこういうのね。なのでこういうのを、ねあのー、使えるようにいろいろ応用していくということですねまずはこのフレーズを覚えるといいですねこの2つです。オープンのやつと潰した感じでちょっと変形させたやつ。ね,ねえー、と下のオープンのやつは例えば。 ね、こんなような感じでね、えー、と普通にフレーズとして使ってあげてもいいですさて問題なのは今度はこれです先ほどバスドラムを入れてたところからもう一回この5ストロークロールやりますそうするとこうなりますここからまた始めるんですねこんな感じになりますワンツースリーフォー 三四ワンツースリーフォーねなんてことないかと思いますで単純にねこう考えてるといいです表から入れたら表に終わる裏から入ったら裏で終わるねそういうふうに表表 裏裏、ね、そういう風にしてあの覚えておくといいですねでその裏の方だけをこう切り取るとこんな感じなんですねワンツースリーフォーワンツカカワンツースリーフォーワンツカカねこういう感じになりますねでは1拍目の裏から入れてもう1個裏 裏表表となりますねワンツースーフォーパーパカーパンパーパパーパンパーパカーパねこういう風になりますね裏からワンツースリーフォーンパーパーパねこういうふうになりますさてさてさてさっきのこのフレーズ裏から入ってますね ね裏から入ってますねで5ストロークここまでが5ストロークですでなぜこんな書き方してるかっていうのもちょっと説明していきましょうねこれがこんな感じ抜き出すとこんな感じです 2, 3, この場合でここで2拍目になるうんとと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 と うんうん、ねうんうん、こんな感じですねこんな感じで書いてありますねまあこういうふうに譜面で書いたというだけの話です、ね、あのー、実際にはこういう感じで構わない感じですまあそれをオープン気味にするか ねえー、とクローズドロール気味にするかはその人の采配のであの変えていけばいいと思いますそして例えば普通5ストロークドロールっていうとこう書きますよねじゃあ後半をこういう気味でちょっとやってみましょうということですワンツースリーフーンあんまり変わんないですよね だからこれは譜面書く時の都合とかね、あのー、そのニュアンスをね、あのー、書く人がこういうふうに書いてるというふうに取ってもいいです、ね、だから5ストローク表から始まったら表で終わる裏から始まったら裏で終わるというふうに考えて、あのー、あとはニュアンスを重視してやるのがいいと思いますそして次例えばこれを16じゃなくてじゃあ3連気味にしたら まずはここをダブらせないで一個の音でやってみましょうワンツースリーフォーウンうん。うん、うん、ねこんな感じえっとじゃあダブらせた感じをやってみましょうねワンツースリーフォーウン、うん ね、こんな感じですけど硬いですよねお硬いですねあのー、そういうことをこれ譜面で伝えてるわけじゃなくて3連気味に後半はやってくださいというねこういうふうにちょっと後半が3連気味になってるよそういうようなことです、ね、だからあのニュアンスを大事にしてあのー、必ずえっ、ー、とそのね あの CD とかあの録音を聞いてねえっ、ー、ああどんな感じだなっていうのをあの判別してやっていくっていうことですねはいこの辺まではねえー、と前回もね説明したんだけど今日はねこういうような感じでじゃあ裏から入って裏から終わる、ね、表から入って表で終わってるからその表をフィリージ・フィリージョー・ジョーンズの9ストロークにつなげようという話ですね ワン、ツースイーポンタ,タータクーこういう感じですねフィーリー・ジョージョーンズのこの9ストローク有名なこの9ストロークですけどねねこうなってますこれって、あのー、こういうのって、あのー、コツなんですけど まあ手順で最初分かんないから手順で追いますよね。そしたら、ああ、こことここで後半は、えー、とパラディドルディドルだ、ね。だんだんとそういう感じで分かるようになってくると思います。ね、で、最後にカーンとやると、ね、いう感じで。そういうふうにして、まずは覚えて、そしたらね、今度は右手だけで追ってください。この場合は。こう考えるの、こうだな。 これねなんでかというとここをねこう切り取りましょうかよっで例えばここに持っていきましょうねこれって何なのかというとでここに一発ありますねこれシンバルレガートですよね ね、だから右手のシンバルレガート右手だけを折っていってシンバルレガートを叩いてるように折っていってあげるんです。右手だけだと。ねだから手順とか考えてみたいなねこういう折り方じゃなくて。チチチーチーね そうしたら何回も何回もこう繰り返しても大丈夫なはずです。これをね、右左、右左、えー、とダブル、パラ、ディドルディドルとかなんかね、言ってるとダメなんですよ。そうじゃなくて、メロディーで覚えるということはこういうことなんです。ね、これはシンバルレガートの形で、あのー、覚えるといいと思います。そうするとね、何,あの何回でも繰り返せられますよね。もう三拍フレーズですけど、三拍フレーズで何回も繰り返せることができる。これよく三拍子でね、やってるパターンですよね。右手ね。 なのでそういうふうに考えてあげるといいですじゃあそれを5ストロークロールにくっつけてみましょうということですねワンツースリーあそう5ストロークロール裏から入るのもやっぱり皆さん苦手ですよねまずはねこれよく練習してくださいねこれと同じでワンツースリーフォー ねね、でそれから最後の音からこうなるわけです、ね、さて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 この辺もねよくあの使うフレーズですね ちょっとやってみてね。アン、ツー、スー、フォー、ン、ね。えっ、ー、と、今、バスドラムのためにちょっと早かったね。こうん、ですね。こんな感じですね。えっ、ー、と、これはね、はい。えっと、元はね、このフレーズだと思ってください。このフレーズの派生です。ちょっとこれもじゃ 2、はいえー、つね比べてみます恩恵がそんな変わないですよねまあ右からスタートしてるか左からスタートしてるかっていうのもありますけどこれはねあのー、練習したらどっちも使えると思います問題はここの8分音符と3連符の考え方なんですねあのー、まあここはね反対になってるだけなんですけどこっから同じですね8分音符でやるは 右左右ってやってこの八分音符を三連符に変換するときは右右左で右をダブらせて三連符気味にすればいいだけなんですねだから八分音符普通に叩いててこういうふうにね好きなところを三連符に変える練習をするんですね あのー、でもやってるこ本人としてはタン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 やってるだけなんですねこういうような感じで、えー、と変形させる、ね、なのでほとんどこの2つのフレーズは一緒なんです一緒と考えてできるようにするといいですね。例えばここも ね、ここですねここの部分も、えー、と3連符にしたかったら、うん、こうなるわけですねでじゃあ後半だけを、えー、あ後半だけじゃなくて前半だけを3連符してここは8分音符に戻しましょうか、うんね、こうなるわけです ね、だから同じフレーズと考えて、えー、といろんな派生ができるように、ね、でその派生ができるようにする考え方は8分音符と3連符を変,変化させるこういう考え方、ね、右をダブらせるだけっていうふうな考え方で,でやっていきましょうということですねはいえー、と今日はねここまでで次回はえっ、ー、とねこれやります これちょっとね時間かかるんでねあのいきなりね今これを覚えたばっかりでやるのはちょっときついんですねなのでちょっと慣れてちょっと練習してみてくださいねそうすると次もすんなりといけると思いますはいじゃあ今日はここまでですねありがとうございますあの明日またあげますからはいありがとうございましたドラム教室やってますえっ、ー、と無料体験レッスンなど説明欄の方にリンク貼っときますあと もしよかったらチャンネル登録してください。ではまた。